ラッシュで CZ805 をね、使っていきます。でね、シリアルコードの期限が切れちゃったんでね、もう EF88 ハザードとマンハントはもう使えません。いやー、二つね、なんか楽しいし強かったんだけどね、期限が切れちゃったんで、もう、ダメっすね。まあ、ガチャ引くっていう手もあるけど、まあ、そこまでして欲しいかってやったら、そんなことはないんでね。まあ、適当に今ある武器で遊んでいきましょう。はい。裏を取っていく。まあ、CZ はね、ほんとヘッドショットはそんなに出ないんだけど、まあ、狙ったところにすごい飛んでいくんでね、まあ、同値で倒していく感じにしていこうかな。なんだろ、まあ、レティクル、フルオートでレティクル通りに飛ぶけど、ちょっと散るんだよね。まあ、というのがあってな、頭。まあ、フルオートしなきゃ全然頭当てれるんだけどね。まあ、私は結構フルオートしがちなんで、フルオートでね、リコイル制御していくタイプなんで。まあ、この武器はぶっちゃけ合ってはいないんだよね。自分には。あんま合ってはいないんだけど、まあまあまあ。使っていきます。さて、裏取って突っ込もうと思ったけど、敵があまりいないな。あ、狙ってきますか。こうやって。単発で撃っていけばヘッドも狙える。ちょっと今、口が回らなかった。で、箱裏にいる人。おーっと、味方がどうしてくれたかな。奥の箱裏にもいるけど、ちょっと狙えない。さ、裏取りしに行ってみますか。横から入って、お、いたいたいた、あいつをやって、手前の。ああ、二人までか。まあ、押してますね。押してるんで。まあ、裏取りしに行きますか、今回も。と思ったけど、正面からそのまま突っ込んでいくっていうのはどうだ。おーっと、スナイパーか。スナイパー見てたか。やっぱ裏取りかな。まあ、裏取りしたとこで、この武器だとそんなにな。おーっと、基本同打ちで倒していこうと思うんで、弾が多分そんなにないと思うんだよ。あぶね、あ、マジ？ここ当たんの？そうっすか、当たりますか。CZ をあんま使ってる人を見たことがないんだけど、どうなんだろうね。強いっすかね、この武器。うわ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。うわ、味方に助けられた。ありがとうございます。で、言っても、ライフは8なんだよな。もう活躍はできないな。グレを適当に投げて。裏、見た方がいいか？決め打ち、決め打ちしていこう。まあ、当たんないか。よし、一人やった。ここで、はるか？おっと？あ、逃げれない。グレネード逃げれないっす。よし、上は味方が取ってるから、まあ、安泰かな。おっと、一人やって、もう一人。で、奥にいる。もう一人ヘッド、たまたま出た。よし。うわ、相打ちか。あ、時間が。72の53が全然勝ってるね。いてててて、いてて、めっちゃ食らってるよ。あ、ダメか。なんか、このゲームって、月1なんだっけ、アップデートが。なんかもう早くもネタ切れなんだけど、次何しようかな。
なんかね、ゲームやるときは結構私は目標立てていつもやるんですよね。今日はこの武器を使ってベストキルを取れるとか、そういう目標立ててやってるんですけど、その目標がね、そろそろなくなってきたんでね。まあたまには爆破でもやりますかね。まあね、あんまりゲームできる時間がね、短いんでね。あんま爆破ってプレイしてる時間が短くなっちゃうんで、あんま好きじゃないんですよね。だからまあ休日とか時間がある時にゆっくり爆破でもやってみますかね。あとハンドガンがね、楽しい。最近は。ハンドガンで遊ぼうか。あの、メイン武器を一切持たずに、ハンドガンだけを持って、戦いに行くみたいな、どうかな。殲滅とかで、サントリーニの殲滅とかで、ハンドガンで戦うっていう動画でもやろうかな。まあ、拾うのはありで。拾った武器を使うのはありだけど、メイン武器は持たないでハンドガンのみで戦うみたいな感じで、やっています。おっと。ビシって言った。隣でヘッド抜かれた音が聞こえた。弾末の音が聞こえた。うわ、マジか。この上狙うのみんな上手いよね。俺苦手なんだけど。この地上からさ、上の方を狙うのって全然できないんだけど、よくあれ狙えるね。よし、詰めていこう。ラインを詰めてって。ま、スモーク張ってんじゃん。どうしようかな。やっぱ横かな。奥にいる敵。あ、終わっちゃったし。早い、あ、120キルか。早いっすね。てな感じで、CZ805 を使ってみましたが、まあ、個人的にはやっぱヘッドショットは、他に比べたら出ないなっていう感じですね。まあでも弱くはないね。てな感じで今日は以上です。